じゃ。曇り眼鏡で見る現実、嘘ばかり実はこれが真実。知識あるやつが生き残る。フィクション is non-fiction。何から話そうか、まずは操作、情報操作。お茶の間で一度はみんな見てる TV ショー、あれは洗脳。例えば前代未聞の大事件、放射能撒き散らした原発爆発。テレビつけるとアイドルがじゃんけん大会、胸は痛まんのかい。チェルノブイリの最大、むしろもっとひどいのさ、約4倍。じゃんけんで1位取れなくて、いちいち泣くこの親の顔が見たい。シリアスな時代、暗い未来、表社会いつも綺麗な世界。何が正解かなんてわからないけど、わかる流す涙の違いよ。時代は目まぐるしく回る、ガラガラは予測できないことが起こる。てるてる坊主作ろうと雨は降る、世間知らずのままじゃ。曇り眼鏡で見る現実、嘘ばかり実はこれが真実。知識あるやつが生き残る。フィクション is non-fiction。 Easy question、 日本の現状、下がるテンション、見込めん経済成長。お門違いの政策に幻滅の農業、怒り浸透。その名も TPP、 ただの悪巧み、言葉巧みに操られる国民。先人たちが代々伝えてきた伝統がなくなるかも。まずは輸入を増やす、驚きの価格、スペシャルプライス、みんな飛びつく。国産余る、作る意味がなくなる。減り続けてゆく自給率、単木さまみれ、国は借金にまみれ。農家と国家が共倒れ、誇り忘れた奴らのさじ加減で。文化犠牲なら神風コンマゲン。時代は目まぐるしく回る、ガラガラは予測できないことが起こる。てるてる坊主作ろうと雨は降る、世間知らずのままじゃ。曇り眼鏡で見る現実、嘘ばかり実はこれが真実。知識あるやつが生き残る。フィクション is non-fiction。心ない言葉を世に轟かし、安心してくださいとほのめかし。肝心な情報は流さない、それに気づかない。俺らに明日はなし。ラダマーティー、この国を愛し、先祖代々守ってきた伝統も紙芝居のような昔話で登場する日も遠くない。極悪非道のシステム、報道の自由もないリアル。ごく一部の下道が笑い続ければ増え続けるゲット。うおうお、誰も望んでない未来、暗い時代を嘆き続けてもしゃあない。愛すべきもの、守るべきもの、あれば本物のレベルできるでバビロンよ。時代は目まぐるしく回る、ガラガラは予測できないことが起こる。てるてる坊主作ろうと雨は降る、世間知らずのままじゃ。曇り眼鏡で見る現実、嘘ばかり実はこれが真実。知識あるやつが生き残る。フィクション is non-fiction。